千里ニュータウン。千里ニュータウンは大阪府豊中市、水田市にまたがる千里丘陵に存するニュータウン。開発主体は大阪府企業局で開発面積は約1160ヘクタール、計画人口は15万人。日本最初の大規模ニュータウン開発で開発開始後の1963年に制定された新住法。 新住宅市街地開発法の初適用など、その後の各ニュータウン開発に大きな影響を与えた。1962年の初入居から50年を超え、住民の年齢構成の変化、ニュータウン周辺の都市化、地域商業の衰退と再生、交通網の再整備、住宅団地の建て替えとリノベーションなどの現象が進行している。2003年、同コミューも、 ジャパン選定日本におけるモダンムーブメントの建築に選定された。大阪市中心部から北に約1 2トル地点に位置している。水田市、豊中市にまたがり、豊中市は新地里東町、新地里西町、新地里南町、新地里北町、水田市はすけ、竹野台、高野台、つくも台、地区県台、桃山台、小台、藤代台、 青山台の合計12カ所の地区からなる。なお、地理的に、地里ニュータウンに囲まれている、豊中市場に行った地区は開発当時すでに集落があり、開発反対派の住民説得に時間がかかりすぎるの、判断から計画から、山田交際委員地区と共に除外され、地里ニュータウンに含まれない、大阪万博の開催は決まっており、それより開発が遅れるのを嫌った、という行政側の判断による。 各住区ごとに小学校、近隣センター、診療処群などを計画的に配置し、保車分離を徹底するなど、当時としては斬新な近代的都市を目指した。しかし、モータリゼーションの到来を予測しきれず駐車場が不足し、多くの緑地を駐車場に転用せざるを得なくなったこと、将来の諸施設導入を見越した空地を十分に確保できていなかったため、 その後の社会の変化により必要となった諸設備をニュータウン内に設置することが困難などの問題点もあった。それらの新たに必要となった諸設備はニュータウン周辺に確保されていた周辺緑地やニュータウン隣接地、ニュータウンに囲まれた上、新田地区に多く残されていた竹やぶや森を切り開いて数多く作られることになった。近隣住区の中心となる 地区センター、地里中央、北千里、南地里には、より大規模な都市施設が配置され、中でも新地里東町にある、地里中央駅周辺には、地里ニュータウン全体の中心として、百貨店、ショッピングセンター、レジャーセンターのほか、地域ガス供給施設、企業の電産センターなどが集積している。近隣住区には、近隣センターが置かれた。しかし、 商業環境の変化に伴い、中規模スーパーを主体としていた近隣センターからは、客足が遠のいていった。現在では、多くの店が退店し、いずれの地域センターも、かつての賑わいはない。商業施設は両センターと、商業地区となったつくも第7丁目、桃山台駅前及び、例外的に店舗の出店が認められている。 新地里南町の旧大阪中央環状線沿いに限られており、コンビニエンスストアの主出店地である、ロードサイドへの出店は、つくも第7丁目や旧大阪中央環状線沿いを、危禁止されているため、コンビニエンスストアの出店がかなり遅れ、当初は、つくも第7丁目や旧大阪中央環状線いお及びニュータウン周辺部、上日田地区及びニュータウン内の大規模病院内に、 限られてた。地里中央地区など、各鉄道駅周辺に出店されたのも最近であり、近隣センターのコンビニエンスストア立地も数カ所に止まっており、退店したところもある。地里で、日本万国博覧会が開催される前の昭和44年月から、約1年間、豊中市の公団、現 UR 新地祖と東町団地及び、水田市の公団地外地区県内団地は、 各国からパビリオンに派遣された職員たちの外人村となっていた。大阪府営住宅には当初浴室が設置されていなかったため、水田市地区県内以外の各住区には銭湯が一箇所ずつ設置されていたが、1970年代後半から順次増築に伴う浴室設置が進められた結果、1980年代には銭湯の廃業が相次ぎ、 天然温泉を掘り当てて生き残っていた太陽温泉豊中市新地里南町も周辺に天然温泉を備えたスーパー銭湯の開業が相次いだことにより2010年12月に閉鎖され全てなくなった小建て住宅は一区画百坪前後とゆったりした配置で高級住宅地を形成していたがバブル経済期には地下高騰により一区画の価格が億単位となり 相続等を定期に元の区画を分割して販売され、住環境の密集化が問題となった。また、中高層住宅については、容積率に比較的余裕のある設計がされていたこともあり、一部に建て替え工事も行われている。道路や公園などの社会基盤施設は大阪府が管理していたが、開設20周年目に予定通り、豊中市及び水田市に引き継がれた。 緑地が多く、全体としては、自然環境に恵まれているが、交通量の多い新緑道筋、国道423号や大阪府道2号、大阪中央環状線の近辺、特に、それらが交差する、地里インターチェンジ付近を中心に、地域によっては、大気汚染や、騒音の影響を強く受けている場もある。高度成長期の中核的労働力である比較的、 年齢層の近い各家族世帯が短期間に集中して入居したため、現在は初期入居世帯の世帯主の現役引退、高齢化が懸念されている。一方、各種施設の充実や都心へのアクセスの良さ、住宅環境から現在でも居住地としての人気を保っており、老朽化した集合住宅の建て替えに伴う高層化に伴う住居数の増加や、 社宅地域の建て替えによる民間マンションの分譲により、若年層の新住民が再び増加しつつある。また、UR 都市機構、旧日本住宅公団管理の団地においては、無印良品とコラボレーションしたリノベーション住宅、無地 UR を提供し、若年層の入居者が増加するなど、地区小団地の魅力の発信に力を入れ、一定の成果を上げている。地里青山大団地。 新千里北町団地など。2012年、平成24年9月3日に、水田市立千里ニュータウン情報館が開館した、南千里駅前の千里ニュータウンプラザ。豊中市、水田市。アルファベットは、工事名。町名が、台は、水田市域、町は、豊中市域。ないはかつて、大阪府が提案した町名。入居開始当初は、 大阪中央環状線も中国自動車道も、新御堂筋もなく、季節市街地とニュータウンを結ぶ道路は、自動車がすれ違うのも、やっとの未舗走道路がほとんどで、陸の孤島と言われた。しかし1970年に本番国博覧会開催を、目標に急速に整備された。現在周辺には、名神高速道路、中国自動車道、近畿自動車道が走り、 大阪市内とは新御道筋が JR 新大阪駅、大阪駅と結んでいる。また、大阪中央環状線によって、大阪国際空港や茨城、摂津、門間、東大阪方面と結ばれている。新御道筋を北に延長した美濃有料道路が、美濃市、とどろみまで開通しており、美濃とどろみインターチェンジを介して、新名神高速道路と接続している。 1982年、昭和57年、千里ニュータウン20周年記念イベント、千里20年祭りの一環として募集が行われたもの。現地には、氷柱が立つ。また同時に、テーマソング、千里温度が作られた。企画、制作は、千里20年祭り実行委員会と、朝日新聞社。作曲は、泉拓。デュークエイセスの歌で吹き込まれた。 シングルレコード、品番 04R-4120 が存在する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。